その時歴史が動いた。ウイレ時代から一回も来なかったリベリーがついに登場。かっこよすぎる、そして強すぎる。このロマンを皆さん体感してください。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は10月16日からやってきたエピックヨーロピアンクラブチャンピオンシップアタッカーズレベマ比較やっていきたいなと思います。いやガチャ名長いわ、もうめっちゃ言いづらかったですけど、本日月曜日からリベリー、ベルカンプ、ドログバ、この3名搭載のエピックガチャやってまいりました。いや今回僕ね結構熱いガチャだと思ってますので、まあ、ぜひ最後まで見ていただいて皆さんの中で引くべく判断していただきたいなって思ってますね。今回もハイライト8名含めた全11選手こんな評価で持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、まずハイライト8名から見ていきたいなと思うんですけど、第8位 A 評価、アミヌグイリ選手。この選手8位にしましたけど、足元もあって間違いなく使いやすいリンクフォワードではありますので、正直全然悪くないとは思ってますね。ダブルタッチ、ワンシュー、ワンパ標準装備もありますので、リンクフォワードよく使ってる方は育成してみてもいいと思います。ただ、まあ、能力的なインパクトがあるかって言われるとそこまでではないですよね。でこちらがですね過去版との比較、今回が足元は最強ですけど、全体能力見ると他2人持ってれば育成しなくてもいいと思います。第7位 A 評価、アンヌシーリ選手。アンヌシーリはヘディング90のジャンプ96、空中戦最強マンなのでクロスよく使う方にはバチ余りしそうですね。あとこういうでかいタイプでは珍しくダブルタッチ標準装備なんですよ。ここも便利ですよね。ただ、まあ、間違いなく人は選ぶタイプっていうのは能力を見ても分かると思います。でこちらがですね過去版との比較、丸3よりは明確に強いので乗り換えで、まあ、丸1丸2からは無理に乗り換えなくてもいいと思いますね。第6位 A 評価、カライジッチ選手。この選手初登場で、タイプとしてはアンヌシーリと同じ空中戦特化タイプですね。えぐいのがエアバトル10振りでヘディング95、フィジコン90のライン突破してきますし、何より身長が2メートルあるんですよね。もう NBA 選手やん。ヘッダーエアバトルもしっかりあるし、まさに空中戦の帝王ですね。ただでかくて重いタイプなのでクロスゲー特化タイプにはなってくると思います。第5位、ここからが A プラ評価、イバヌシェツ選手。この選手結構面白くないか。まずスキル完璧ですよね。でしかも能力もドリブル、クイックネス、脚力に厚めに振るとスピード以外は超トップクラスに仕上がる上に、パスやシュートも最低限ある。いいですね。ドリブルの使用感はめちゃくちゃ素晴らしい、何でもできる万能タイプですよね。まあ C で使うかって言われると難しいラインですけど、 B 以上になれば十分ガチスカに入り込んでくるタイプだと思います。まあスピードはないのでウイングよりも OMF 起用がおすすめですかね。第4位 A プラ評価、マーカス・エドワーズ選手。この選手はもうザ低身長爆速ドリブラーって感じですね。初期から特殊ダブルタッチ持ってて、この性能はガチで使いやすそうですね。最近ね、まあドリブル数値は伸びるけどボールキープが低い爆速選手が多かった中で、ボールキープ95、大きな差別化予想ですよね。まあ適性が限定的すぎるのがもったいないし、まあ欲しいスキルは多いですけど、ライブアップデートも頻繁に良くなりますし、ウイングあるフォーメーションだと間違いなく使っていけそうですよね。さあここからがトップ3、 A プラ評価、テテ選手。通常でも有能選手としての呼び声高いテテがハイライト初登場。初期からこの選手も特殊ダブルタッチを持ってるのと、このドリブルスピード瞬発がありながら、見てください、スーパーサブ持ってるんですよ。いやこの選手もいいね。ちょっとスキルが物足りないとはいえ、後半から出てきた時の推進力っていうのは間違いなく一級品ですよね。いやでもねこの選手も適性が限定的すぎるんだよな。これサイドハーフとかまでできたらめちゃめちゃ評価上がってきたんじゃないかなって思ってますね。第2位 S 評価、ルイス・ディアス選手。迷いましたけどギリギリルイス・ディアスは S 評価になるかな。ドリブルスピード瞬発は全部ちゃんと高いし、ダブルタッチ標準装備、エラシコつけて特殊ダブルタッチにして使ったらサイドでめちゃめちゃ強そうですよね。まあ、あとやっぱり大きなのは適性のところかな。今回ドリブラータイプのハイライト多いですけど、適性が限定的な選手が多い中で両ウィングに左サイドハーフまでできる適性の広さっていうのは間違いなく差別化要素になってますよね。決定力80乗ってくるのもすごくいいと思います。ただパスの部分が結構低いので、ワンパスルーパーあたりはぜひスキル追加してあげたいですね。そして皆さんにいいお知らせです。能力的に過去最強なんですよね。丸1とはトップ強化の違いだけですけど、今回瞬発トップ強化なので僕は今回が一番強いと思っております。第1位 S 評価、ジョナサン・デイビッド選手。このジョナデビも大当たりですね。スピード瞬発はもちろん、足元あって得点能力あって、フィジボディ両頭型、まさにジョナデビって感じの能力ですよね。スキル的にも即戦力級なので、当たったらぜひ育成していただきたいですね。まあ、とはいえ獲得必須級かって言われると、まあ、そこまでではないですが、リベリーを狙う過程で出てくれたらかなりの当たりになるんじゃないかなってイメージですね。最後のこちらが過去版との比較、まあ、能力的にもレベル上限的にも今回がナンバーワンなので過去最強でいいと思います。
ということで、ここまででハイライト8名終わりましたので、こっからエピック3名いきましょうか。まずは S 評価ドログバ選手。今回最大総合値型とおすすめ型2種類作ってまいりました。まずはこちらが最大総合値型、なんと総合値102まで上がってくるんですよね。で、総合値もそうですけど、見てほしいのがこの見栄えの良さ。オフェンスセンス98、決定力94、ヘディング、キック力、ジャンプ、フィジコンなどが90超えてきて、なんか能力のぶっ壊れ感えぐいですよね。ちなみにブースターはエアリアル、お菓子じゃないです、空中戦特化です。で、僕のですね、おすすめの育成はこちらになります。まあ、シュートとクイックネスを落として、今回特徴のエアバトル中心に底上げしたって感じですね。まあ、そもそもドログバってやっぱり空中戦特化タイプなので、これくらいがっつりエアバトルに寄せちゃってもいいんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、こうすることでヘディング99、ジャンプ95、フィジコン99と見たことのない選手が出来上がってますね。いや、これでライブレって唯一無二だと思うんだよな。まあ、もうちょっとね、スピード瞬発底上げする無難な形もいいですけど、僕はこれぐらい思い切っちゃった方がいいんじゃないかなって思ってますね。ただ、まあ唯一無二ですけど、クロス使わない方にとってはぶっちゃけ微妙っちゃ微妙ですよね。まあ、ハマる人にはハマるタイプ、ただ万人受けはしない、そんな感じで考えてみてください。ちなみに正直僕はあんま使わないですね。で、こちらがですね、レジェンダリーバンドの比較になります。ドリブルとかは負けてますけど、全体的にドログバの強みが伸びてる感じなので、まあ、ドログバ好きな人は乗り換える必要はありそうですね。で、こちらがですね、エピックとの比較になります。いや、絶妙ですね。まあ、当然どっちも持ってたら今回使っていただきたいんですけど、エピックでも十分強いし結構張り合ってるので、僕はね、エピック持ってる人は無理に狙いに行く必要はないんじゃないかなって思ってますね。まあ、あとは契約期間とか引きたいかどうかで判断してみてください。さあ、お次も S 評価エピックベルカンプ選手。こちらも最大総合値型とおすすめ型2種類作ってまいりました。最大総合値は101、見栄え重視の方はこちらの育成試してみてください。ブースターはテクニックなので足元が釣り強化ですね。まあ、この辺りはベルカンプとの相性はすごくいいんじゃないかなって思ってますね。で、こちらがですね、おすすめの育成になります。ベルカンプね、僕ウイルの頃マジで使ってたんですよね。まあ、アーセナル補正好きだったので、あの時は無印 CF でめちゃめちゃ使っておりました。で、このベルカンプはね、スピード瞬発がかなり低いので、そこをがっつり底上げして、逆にドリブルとかはブースター頼りでそこまで振らずにこんな育成にしてみました。まあ、今の環境的にはね、こういう育成の方が実用的な気はするんですよね。まあ、この育成だとドリブルは90乗ってこないんですけど、まあ、サイド適性もなくてスピードに乗ったドリブルでガンガン行くタイプではないので、ドリブル数値が多少低いのは、まあ、そこまで問題ないんじゃないかなと思ってますね。で、あとこのベルカンプの特徴は2列目からの飛び出しになってること。今までのベルカンプって2列目一切なかったので、ここは貴重だし、2列目でこれだけ足元があってキック力があってオフェンスセンスも高いタイプなかなかいないので、珍しいタイプの2列目ではあると思いますね。で、僕結構ベルカンプ好きな選手なんですけど、ブラジルフォメの ST の位置から使ってみようかなって思ってるんですよね。まあ、もちろん無印 CF もいいし、ツリー型の頂点とかも強いと思うので、まあ、その辺りでぜひ使っていただきたいなって思ってますね。まあ、スキルに関してもダブルタッチつければほぼ完成なので、地味にこのスキルの完成度ってのも激アツですよね。まあ、さっきも言った通りすごく好きな選手ではあるんですけど、まあ、わざわざ狙うほどのぶっ壊れ感があるかって言われると、まあ、そこまででは正直ないかな。スカットに長く残るって言い切れるタイプでは正直ないと思っております。で、こちらがですね、過去のベルカンプとの比較になります。レジェンダリー版ともね、結構いい勝負してるなって印象ではありますけど、まあ、スピードだったりとか瞬発力、あとはキック力はだいぶ違うので、まあ、全体的に見ても今回のが使いやすそうですね。で、こちらがですね、インテル版との比較になります。キック力、スピードは圧倒的に今回ですけど、いや、予想以上にいい勝負してるんですよね。まあ、そもそもプレスタイルが違うので別選手扱いとして、この辺りは好みで考えてみてください。まあ、どこを重視するかですけど、個人的には2列目ってところとスピードキック力が高い今回の方が強いとは思ってますね。で、最後にこちらがチャンスメーカー版との比較。足元、パス系、得点能力を取るなら前回、キック力やスピードを取るなら今回って感じですね。まあ、これは本当にね、長所が違うので使い方とか好み次第かな。この比較を見て今回のベルカンプ欲しいって方はぜひ狙ってみてください。まあ、難しいけどやっぱり僕は今回が最強だとは思ってますね。さあ、そして今回ラストにやってきたのはエスプラ評価リベリ選手。待望のリベリがなんと最大総合値102で、しかもどのポジションで使っても総合値100超え、怪物級ですよ。あとね、一つ言わせてほしいんだけど、ボールキャリーっていうブースターがチートなんですよね。まあ、ジーコの時もこのボールキャリーえぐいって話はしましたけど、それがこのリベリについちゃったのが業界激震ですよね。で、その上でこの能力えぐいっすよ。スピード瞬発90乗りつつ、ドリブル系高くて攻撃面は何でもできる、そしてキック力94のボディコン93、これ
ちょっと笑っちゃうぐらい強いですね。で育成ね結構迷ってっていうのが一番迷ったのがキック力12振りするかどうかなんですよ。12振りするとキック力が95乗ってきますので、そこも魅力的なんですけど、まあ今回はドリブルに振りましたね。もしかしたら変える可能性ありますけど、ドリブル100乗るとねダッシュドリブルの時の推進力みたいのがなんかちょっと違う気がするので、僕は一旦この育成で使ってみる予定ですね。でそれこそですね、サクッとジーコと比べると強さわかるんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じになります。得点能力はジーコ優秀ですけど、他のドリブル系、パス、スピード、瞬発、キック力など大事なところはほぼ互角なんですよね。でジーコの時に能力えぐいけどプレイスタイルの癖が強いって話は散々したじゃないですか。ただこのリベリに関してはサイドまでできる適正の広さの上に OMF やセカンドトップで無印起用できちゃうので、ジーコの欠点であった癖の強さが消えたどころか、むしろ適正の広さだったりとか武器になって登場しちゃってますので、まあこれ見たら弱いはずはないってことはわかりますよね。ちなみにマラドーナとの比較はこんな感じになります。いやえぐいでしょ。得点能力に差はありますけど、パス数値がねリベリ予想以上に高いなって思いましたし、マラドーナと比べるとキック力の差がすごい。これはちょっとねヤバい選手出てきたなって思いましたね。ですいません、またちょっとリベリの単体の比較に戻るんですけど、まあ起用で言うと無難にねウイングの位置での起用が一番いいと思うんですけど、無印の OMF でもセカンドトップでもどこでも街で使えると思いますので、まあこの汎用性の高さってやっぱすごくいいですよね。でね1個ね気になる点で言うと、スキルがちょっと渋いんですよ。ダブルタッチ、スルーパー、アウトスピンなどスキル追加で出にくいレアスキルがあるのはいいんですけど、欲しいスキルは結構あって、まあこれもね5枠すごい悩んだんですけど、僕はこんな感じでまとめてみました。まあ5枠目のピンポイントクロスミドルシュートは好きな方を選んでみてください。まあ個人的にはミドルシュート派かな。であとはですね、特殊ダブルタッチにするかどうかは結構好みあると思うんですけど、まあ僕はねスピードある低身長ドリブラーにはつけたい派なので、おすすめっていうかもうつけちゃいましたね。もう早く使いたすぎて興奮してこんな感じにしてしまいました。まあこのリベリー取った方はぜひスキル追加もがっつりしてあげてください。ということでここまでで個別比較終わりましたので、最後にガチャ評価いきましょう。今回5段階評価中4.5 とさせてください。すいません、ちょっとこれデメリットも含めて話すので、ぜひ最後まで聞いていただきたいですし、これガチャ来た時から速攻動画作ってるので他の配信者の方とかがどう評価してるか結構不安なんですが、まあくまでこれ僕の意見、まあ、毎回ディビジョン1はもちろん言ってますし、レート最高3800ぐらいの意見として捉えてくださいっていうのを大前提として置いておいて、このリベリはねしっかり環境トップクラスだと思うよ。まあ、ジーコとかマラドーナとの比較を見れば分かりますけど、現状では僕は獲得必須級の強さだとは思っております。ただ、まあ、今ってもうどんどんブースターで強い選手が出てるので、まあこのリベリー以上の選手がすぐ出るんじゃないかっていう不安はやっぱりあります。はい。ただ、まあ、すぐになんかブースタープラス4とかプラス6とかそういうのは出てこないと思ってますので、このタイプでリベリーからめちゃくちゃ大きな差が出る選手が出てくるかって言われると、僕はねさすがにないと思ってるんですよね。なのであくまで予想ですけど、まあリベリはやっぱり相当レベル高いと思ってますので、思い切って今回ガチャ評価上げてみました。ただこれはですねデメリットとして認識してほしいんですけど、ハイライト勢だったりとか他2人のエピックがめっちゃ強いかって言われると正直微妙なんですよね。全然弱くはないし、ジョナサン・デイビッドもドログバもベルカンプも特徴しっかりありますけど、長くスカットに残るって明言できるかって言われると、まあそこまでではないかな。なので僕はリベリ出たら即撤退での勝負をお勧めしたいなって思ってますね。そこを許容できる方はぜひ引いてみてください。でちょっと条件別にお話しすると、がっつり課金勢の方は絶対リベリ引いておきましょう。それぐらい環境でもトップクラスの性能だと思っております。で無課金微課金の方はリベリ出たら即撤退前提で引くのはありだと思います。ただもう何度も言ってますけど、中途半端なコイン数ではやっぱり勝負してほしくないですね。底引きできるコイン数が 900×15 の 13,500 コインになりますので、ここまでコインがあるならその条件でおすすめしたいですね。まあ1万コインとかあればまだワンチャンありますけど、5000コイン以下とかだったら出ない可能性の方が全然高いので、だったらテンハフとかアーセナルのパック買って堅実に補強した方がいいと思いますので、そこのコインのラインっていうのはしっかりと認識した上で引いてみてください。はい、ということですいません、まとめも長くなっちゃいましたけど、今回結構悩む方多いかなと思ったので丁寧にお話しさせていただきました。まあ、ぜひですねこの動画もそうですけど、いろんな人の評価なんかも聞きながら引くべきかどうか判断してみてください。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。